小林製薬の株式およそ5%を保有し、大株主となった香港のファンド、オアシスマネジメントは、テレビ東京の単独取材に対し、小林製薬側と取締役会の構成を含む企業統治の在り方について、協議していくと明かしました。 製薬業界の再編の必要性もあると述べるなど今後、経営側にさまざまな提案をしていくとみられます。